はいはい、それでは続けて、さらに続けていきます。どうしてもこの背景シリーズはね、長編シリーズというかなりやすい、なりがちなんですけど、まあ作業量あるんでしょうがないかなと。なんでこのぐらいちょっと簡単なやつでもね、こんぐらいちょっと時間かかっちゃうの、ちょっとすいません、ご了承くださいということで、はい、ファーストステップこうできましたので、次セカンドステップやります。なんですが、ブラシもう一回作ります。でやっぱりほら、草と言っても一つの草というかさ、一種類の草が生えてるだけではなくて、まあいろんな草が生えたりもしてるわけですね、実際。まあそういったものもあるので、うん、一つのブラシできて、それでわーやったーでやるだけじゃなくて、まあいくつかのブラシをね、上から上から組み合わせて、よりランダム性を出そうと、まあそういう発想ですね。で今回はもうちょっと絵を締めていきたいと思ってるので、気持ち頑張って草描きます。シルエット、今まではなんかどっちかったら、ね、ガチャガチャガチャっと描いて、なんとなくそれっぽく草が見えてればいいってあったんですが、ま、よりはもうちょっとこう草っぽさを出したいかなと今回は思ってます。はい、やっぱり締め肉に従って具体性とかがね、ちょっとずつ出すと、まあ具体性イコール、まあ、締めみたいなもんなんでね、まあ、こんな感じで一回こんな感じで作ってみましょう。こんな感じですね。とすると、はい、はいはいはいってこういう感じのブラシができると。でそれをさらにこうええ感じにね、ええ感じのブラシをここでさらに作り上げて、するとはこういうブラシ、今までのブラシよりちょっとより、まあ草感がこうちょっとあるかなと、シルエット的に。やること自体はまあ変わんないんで、なんかまだ汚いなとかね、もっとここムラが欲しいなとか、まあそういったところにこうちょこちょんちょんちょん、あんまりここでやりすぎるとまたなんかね、あの元に戻っちゃうんで、ほんとこの辺からはブラシでテクスチャー作るとはいえ、一個一個の点、一点です、一点を丁寧にやっていく、がガチャーとこう書くんじゃなくて、スポイトで取って丁寧に一個一個見ながらこうしっかりこう置いていくような、ちょっとこのね、几帳面さというのも、まあ、必要になってくるフェーズかな、この辺でっていうのはありますね。うん、はい、やっぱこうシルエットがちょっとずつね、こう浮き彫りになってくるんで、すればするほどやっぱりこう几帳面にしていかないと、まあ、事故りやすいよねっていう、うん、でもちろんまあ今これ書いてるんですけど、やりすぎてなんか草が悪目立ちしちゃったっていうのがあれば、一個前のブラシにね、こう戻っても全然いいです。ちょっと慣らしていきます。あとあれですね、シルエットすごく大事なんで、あのね、コツ、ちょっとしたコツなんですけど、明るい色をまあそのままポンポンって置くよりは、こうやって一旦ね、暗い色を置いて、その暗い、なんだろう、この暗い部分を利用して明るい色のこの毛先というか、なんか草先をね、かぶせると、これっていうのが絵でよく使う考え方ですね。こういうのがここです。暗いものに対して明るいものをかぶせると、明るい部分でシルエットがこの際立つっていうのがありますね。なんで、まあ、その辺はまあちょっと意識するかもしれないですね。ちょっと際立たせたいなっていう時は、一回暗くしといて、その塊に毛先をこうかぶせるっていう感じですね。まあ、そうするとまあ馴染みやすいかなっていうか、馴染むし目立ちやすいし、あんまやりすぎるとこういう、なんだろう、ただシルエットがはっきりしてるブラシで、あんまりここガチャガチャこういろいろやりすぎるとね、そこだけどんどん浮いてくるんで、だからあんまりやりすぎないように、まあ、気をつける必要はございますということですね。だから一個一個ちょっと丁寧めにね、ちょこんちょこんちょこんってやっていって、様子見ながらこうやっていくと、でまあある程度できたら、まあちょっとね、色調補正というかオーバーレイで、まあ明るい部分暗い部分少し光当てたりして、雰囲気一回作ってみようかなと思います、この時点でね。ということで、まあちょっと黄色めのオーバーレイで
こうぶつけて、普通のエアブラシですね、エアブラシ系で普通にピャッとぶつけて、こうちょっとね、この辺ちょっと明るくするかとかね、こうやって、うん、こんな感じちょっとしてみようかなということで、まあ一旦この辺で終わりたいと思います。あ、もうちょっとつけるかな。で最後ね、締めの部分ございまして、そこがわりかし大事なんで最後やっていきたいと思います。よいしょ、ちょっと濃くするかな。まあ、濃くするとこちょっと濃くして、はい、少し雰囲気作っていって、はい、ということで今回ここまでです。一旦お疲れ様でした。